吉野さん、こんなところで会うなんて偶然だね。本当ですね。お二人ともどうしてここに？私は今から学校なんだ。え、今から？うん、実は定時制に通ってるんだよね。で、夕方から定時制の始業式でさ。夕方から？そうなんですね。私も始業式だったんだ。もう終わったけど。え？奏さんは確か通信制ですよね。通信制の学校にも始業式ってあるんですか？うん、学校によって違うのかもしれないけど、うちはこういう節目の時はちゃんと式があって、できるだけ出席するように言われてるんだ。それで始業式が終わった時、エナから連絡があって、さっきまでファミレスにいたの。そうだったんですね。いちかちゃんの学校はどうだった？クラスとか変わったんだよね。あ、はい。私はほなみと同じクラスになりました。そっか、望月さんと一緒なんだ。同じクラスになれてよかったね。はい、ほなみが一緒で私も安心しました。あと二人バンドのメンバーがいるんですけど、その子たちはその子たちで同じクラスになれて喜んでました。それでさっきまで練習してたんですけど、なんだか熱中しちゃって。そうだったんだ。心機一転って感じで気合入るよね。そうですね。それに、いちかちゃん？あ、ごめんなさい。多分なんですけど、今日はいろんな人と会って話をして、みんなのやる気に力をもらったんだと思います。私たちが目指してるものは簡単に超えられるものじゃないけど、どんなに苦しくても後悔しないように精一杯やろうって思ってるの。これからモーマージャンプとしてお仕事もいっぱい受けて、大変なことも多くなると思うけど、希望を届けるために全力で頑張ります。よし、帰ったらこの靴を履いて走り込みだな。多くの人を笑顔にするためにも、まずは体力作りをせねば。みんな、自分の夢や目標のために、大変なことでも、ちゃんと乗り越えていこうって前を向いてて。そういう姿を見たから、私も頑張ろうって思えたんだと思います。すみません。急に自分のこと語り出しちゃって。ううん、そんなことないよ。なんとなくだけど伝わってきた。それに、今の星野さんの話を聞いたら、私も頑張ろうって思えたよ。奏さんも？実は今日の始業式の時、これからのこととか考えてて、ちょっと個人的なことなんだけど、実は最近いろいろあって考えることが多かったんだ。今日もファミレスでそのことを話してたしね。私は星野さんや星野さんの周りの人たちみたいに、目標に向かって前向きに努力ができてるっていうわけじゃないけど、でも今の話を聞いて、できることを頑張っていこうって思ったよ。今の話で？私は今日のことを話しただけですけど、でも、少
少しでも力になれたのならよかったです。うん、ありがとう。それじゃあ私はそろそろ行くね。あ、引き止めてしまってすみませんでした。ううん、全然大丈夫。またね、チカちゃん。かなでもまた今夜。うん、行ってらっしゃい。それじゃあ私も帰ろうかな。またね、星野さん。はい、また。